R-56 シャイアンテスト飛行を行う R-56A シャイアン R-56 シャイアンはロッキード社によって1960年代に開発されたアメリカ陸軍向けの試作攻撃ヘリコプターである。愛称のシャイアンはアメリカ先住民のシャイアン族に由来する世界初の攻撃ヘリコプターとして開発されたが採用は取り消され陸軍主力攻撃ヘリコプターの座は ベトナム戦争中、地上での戦闘には、軽武装の UH-1 軍用、輸送ヘリコプターが大量に導入された。輸送型のヘリコプターは、戦争が激化するにつれて、ますます需要が増していた。しかし、一方で、対空砲火による、輸送ヘリコプターの損失の多さ、武装が貧弱すぎることが問題となった。UH-1 などをさらに重武装にする案も、 あったが、もともと輸送型の UH-1 には、それ以上の重武装は不可能であった。そのため、当時のロバート・マクナマラ国防長官は、これら輸送ヘリコプターを護衛するための付須計画を暗室した。本格的な攻撃ヘリコプター開発は、これが世界初であった。アメリカ陸軍は、1964年に、 計画における要求仕様を国内航空メーカー各社に提示した。参加した数社の中から高速度を実現可能なロッキード案とシコルスキー S-66 に絞り込まれ、1965年にロッキード社の案を R-56A 社案として採用、1967年9月21日に初飛行を行った。 しかし技術的問題による開発の地帯や開発費用の高騰、戦術思想の変化もあって開発には成功しながら採用が中止され量産化には至らなかった。陸軍では R-56 配備までの暫定攻撃ヘリコプターとして UH-1 を元にしたベルエアクラフトのモデル209を採用しており、 ベトナム戦争終盤の最激化の時期の1969年9月には、モデル209は R-1 コブラとして、正式採用されることとなった。機体後部に取り付けられた、推進式プロペラ R-56 は、R-1G の3倍以上の3425馬力を出力する T64 ターボシャフトエンジン1機を搭載する、複合ヘリコプターで、メインローター。 テールローターに加えて後部に推進式プロペラを装備することが特徴である。この推進式プロペラによって水平飛行時の最大速度は時速4 0 0トルに達する。これはヘリコプターとしては革新的な高速性能であった。メインローターにはロッキード社が開発した高い機動性を売りにするリジットローターを採用した。加えて コンピュータによる飛行制御や熱線暗視装置の採用など、当時の最新技術を結集させている。全体的なデザインは、ベルの実験機であるベル207やフスの対抗機種で、ある S-66 と同様に、縦列式の複雑操縦席、縦に細長い胴体、スタブウィングを備え、後の攻撃ヘリコプターの標準とも言えるような構造をしていた。 試験飛行を行う R-56A 機動警察パトレーバーシリーズ R-56 そのものは登場しないが劇場版などの作中世界では R-56 がアメリカ陸軍に正式採用されておりその後継機として R-88 ヘルハウンドが開発されたという裏接点が存在するメタルギアソリッドピースウォーカー CIA 用兵が使用する機体が ステージボスとして登場。路角して舞台に組み入れることが可能で、爆撃機型と攻撃機型がある。爆撃機型は実機とは異なり、スタブウィングに自由落下型爆弾を搭載するモデルとなっている。ありがとうございます。